おはようございます。通学のお供に朝から古文単語、本日は優なりを紹介します。この単語は平安貴族を象徴する美を表す単語なんですね。もともとは優秀の優の字、優れているという訳出が、これが原義なんですよ。まあ、ところが優れている人物といえば平安時代においてはやはり貴族ですよね。その貴族の人たちの美しさを表すような単語に派生していって、入詞品質の現代語訳は優美だとか上品だ、これは必ず暗記しておきましょう。そして優なりが難しいのは漢字ではなくひらがなで表記されていた時です。漢字だったら優美の優でしょってめちゃめちゃ覚えやすいんですよ。でところがひらがなで書いた時に、はい、皆さんいけますかね。優なりと書いて優なりと読むのが、これイコール語ですからね、しっかりと結びつけられるようにしないといけません。喋るっていう意味の優なりだと思ってしまう人がいるんですが、今テロップにも出ているように、もし喋っている方であればイフナリと書いていなければ不自然ですので、優なりはしっかりとこちらの漢字を書く優なりだというふうに結びつけられるようにしましょう。そうすれば例文もかぐや姫の形優に追わすなり、優にではなくて優にだよねって自分で気づければ、ここに単語チェックが入れられるのではないでしょうか。もうそうすればあとは丸一番の訳し方を使ってあげればいいので、かぐや姫の見た目姿は優美でいらっしゃるそうだ、このぐらいが訳出できればバッチリですね。ひらがなに注意して優なり、ぜひ復習しましょう。ということで今日も一日頑張ってください。いってらっしゃい。